からこんばんは。一宮から来ました、ベンチューこと田中ですと、あ、トヨタから来ました、なんだっけなんだっけってあ、ハックンほど上坂です、ハックンハックン、アンジュっていうグループ、アンジャッシュと間違えちゃう、はい、ユニット名は、アンジャですですね、時間がないのでもう早速オリックを行かせていただきます。でも、まあ、あのオリックのなんていうんですか、にも柔らかいで、僕ここに来るたびにあの伊藤秀さんとか鈴木さんとかの後輩の中京大学出身ということで、ボクソングクラブを2ヶ月で辞めてしまったというエピソードをあの語ってるんですけど、あのその辞める最大の理由になったのが、あのちょうどその18歳の時にあの両親があの家を買ったんですね、建てた。でそれでお金をすごい使って、あのローンもあるので、あのサークル活動もで学費は何とか出してあげるけど、それ以外のことは全部自分でやってくれってことで、アルバイトをしなきゃいけないってことで、とりあえずもうやめさせていただいたっていうのがあるんですけど、その時もあの、共働きで、あの僕と二つ目の育てながら、お金貯めて家を買った時の両親の、まあ、気持ちはこんなんだったかなっていうのをで作ってみました。働いてなんとか立てた待望の、喜びあふれる立派な我が家という。実はですね、この35年前に建てた家を今実は空き家状態になってまして、あのちょっと処分をするというの悲しい事態になっているんですけど、はい、あのもうこの間不動産屋にちょっと査定をしてもらって、はい、っていう状況になってまして、まあ、というところで、上坂さんの句はあの1曲目終わった後に発表してもらいます。花だよりと関連付ける曲ということで、あの、まあ、皆さん花とかそっちの方ばっかり言ってるんですけど、花だよりなんで、やっぱだよりといえばお手紙ですよね。ってことで、万場広文さんの速達っていう歌がありまして、これあのさっき中北さんが自分に娘がいるって話をしてましたけど、僕はあの男の子2人で娘がいないんですけど、その気持ちはちょっと分かんないんですけど、あの、家を離れて、一人暮らしをしていた娘さんが、まあ素敵な男性と出会って、あのその人を、父親に紹介したいっていうことで、あの手紙を書いて、その返事が来るのが怖いっていうのを、まあ、ずっとなんですけど、まあまあ、まさに昭和の歌ですね。今だったらそんな、ね、携帯とか LINE とかで行くよって言えば済むんですけど、で、まあ、そういう歌です。
して2年そして巡り合ったあなたのこと先生に9割方自然治癒で治るって言われてずっと治療したんですが結局半年後に手術をする羽目になって9割治るのに1割に入っちゃってでその間サウナとかスーパー銭湯に行って温めた方がいいって言われてやってたんですがで手術を6年前にしました。再発する可能性がまた9割は再発しない。ちょっと危ないなとか思いながら。で、お肉ですけど。はここはな名古屋の別天地。通はダメ。夜中3時まで。B 優先時の優。優先時の優。トヨタ
タの人しか知らないですよ。名古屋にもありますよ、ね。きっとあれはトヨタの流線じゃない。あれ、そうそうそう。あるの。じゃあ、本気ですか。9割、1割の話はあれね。ネタ。いや、1割で再発するから。ね、分かりました。私も分かりました。ネタ口。あ、そうだ。曲紹介。あの、春になってアナウンサーと、あの、眠くなる。よくあの会場でパソコンを向かうと、寝てしまうっていう。で、あの、お昼寝の季節っていう曲をやります。NSB の曲ですね、ファーストは。NSB の後輩です。なるほどですけど。素晴らしいじゃないですか。